日本最大級のクリエイティブフェスティバル JWAVE イノベーションワールドフェスタ2023通称イノフェスが10月13日から3日間にわたり開催今回で8回目を迎えるイノフェスでは毎年各界の先駆者によるトークセッションや人気アーティストによるライブパフォーマンステクノロジー体験エリアなどを展開し テクノロジーと人間が調和した世界を考える次世代フェスとしての存在感を確立している。写真、意外にも同世代のスカイハイとオミ初日に注目を集めたのが、B、ファーストやマゼルが所属する BMSG の代表であるスカイハイと LDH によるオーディション。アイコン Z、ドリームスフォーチルドレンのガールズグループ部門及びそこから誕生したムーンチャイルドのプロデューサーを務めるオミ、三大メジェーソウルブラザーズ。 によるトークセッションだ今年の「イノフェス」のテーマである「The Future Is Now」の文字通りまさに今何足ものわらじを履いて日本のエンターテインメントに取り組んでいる二人の同学年プロデューサーが日本の音楽シーンの今と未来を幅広い視点から語った先日マゼルとムーンチャイルドが出演した「ローリングストーン・ジャパン・ライブ2023」でも会っていたという二人 オミはマゼルのパフォーマンスを見た感想について、完成度の高さや、スカイハイ君の DNA が入っているのを感じ取れた。と述べ、彼らがいい表情とかをした時に、横で、スカイハイが、イエーイ。今のやばい。みたいなリアクションを毎回撮っているのも印象的でした。俺はどちらかというと親心で見ているんだけど、喜怒哀楽を共に感じているのがスカイハイ君のスタイル。 人間性なのだなと、と自身との違いにも言及。これに対しスカイハイは、僕はオーディション段階からずっとそうですね。いいパフォーマンスを見られたことが嬉しくて、テンションが上がっちゃって。自分がプロデュースしている方々の人生を一緒にし負わせてもらっている以上は、自分ごと、です、とコメントした。今回のテーマの一つは、プレイヤーとして感じてきたエンタメの課題。まずは改めて、 それぞれがプロデューサー業を始めたきっかけを明かした。30歳になる2017年頃から企業を考えていたというスカイハイ。本当はこういう風にやりたいけど世の中に求められてない気がする、という相談を受けることが増え、今まで自分が苦しんできたのはこの人たちを救うためだと思い、企業と同時にオーディションの開催を発表したのがプロデューサー人生の起点だったそう。 一方オミもソロ活動を本格的に始めた2017年ごろ、人から相談を受けることが増え、LDH の一事業として自身がプロデュースする CDL エンターテインメントをスタートさせた。その延長線上にプロデュース業やオーディション、アイコン z ガーリー、o o ンチャイルドを立ち上げるに至ったという。ガールズグループのプロデュース業を手掛ける理由について、 日本にはガールズグループが育ちにくい環境があって、巨大な女性アイドル文化が作られてきた歴史はあるけど、違ったスタイルでグローバルスタンダードな音楽をやっていけるグループがもっと出てくるべきじゃないか、なんでここまでそういうグループがないんだろう、と以前から自分の中でも疑問だった、と明かした。スカイハイも、日本では、A という強烈な成功体験が生まれた時に A や A はうまくいきやすいけど、 その成功のフォームから外れた B は成長しづらいんだよね。大企業病が日本のエンターテインメントで起こってしまうのが非常に不健康だと思っていたので、自分と同世代であるオミんのような方がガールズグループのフォームに違う角度からの提案をするというのは、すごく素敵なことだと思いました、と頷いた。続けてオミはスカイハイによる、垣根を越えてダンスボーカルグループが集結するプロジェクト、DUNK。 に言及、日本のエンタメ界は凝り固まっている部分があるけど、そこに一つ強烈なアクセントを入れてくれているなと、見ていて刺激をもらいます、と話した。これに対しスカイハイは、健全な競争は絶対に存在していた方が良いので、同業他社の活躍は大切なことだと強く思っています。さらに、今は東アジアの人口や経済がすごく伸びていて、エンターテインメント領域でもアジアが注目されている。 でも悲しいことに、アメリカから見ると、日本は経済動向も消費の動向も特殊すぎて、東アジアにくくれないんだよね。独特の形を持っているとも言えるんだけど、経済的にも明らかに下向きなので、東アジアが大きく伸びている時にその競争に参加できていないのはすごく危険な状況、と危機感を抱いていることを明かし、どんなグループの消費者動向を見ても、昔とファンクラブの年齢層が全然違う。 若ければいいってものでもないけど、国の生産力が落ちていくのは間違いないので、やっぱりエンターテインメントの輸出入を大事にしたいですよね、と語った。